糖尿病慢性期合併症とは、糖尿病に罹患してから数年を経て発症する合併症の総称である。糖尿病で血糖をコントロールする目的は、主に合併症を予防することである。糖尿病慢性期合併症は多彩であるが、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症の微小血管障害によって生じるものを糖尿病の 三大合併症と言われる。これら三つの合併症を口実の血管障害、いわゆる大血管障害と対応させて、小血管障害という。自覚症状に乏しいため日本では、約10%の患者に、患者側都合による治療中断が生じ、症状の悪化につながっているとの報告がある。 グルコースはそのアルデヒド元の反応性の高さから、タンパク質を収縮する作用があり、グルコースによる収縮は主に細胞外のタンパク質に対して生じる。細胞内に入ったグルコースはすぐに解凍系により代謝されてしまう。インスリンによる血糖の制御ができず生体が、高濃度のグルコースにさらされるとタンパク質収縮のために、糖毒性が生じ。 これが長く続くと糖尿病合併症とされる微小血管障害によって生じる糖尿病性神経障害糖尿病性網膜症糖尿病性腎症などを発症する小血管障害は糖尿病発症の経過と比較することが重要である神経障害は比較的早期から出現してくるが網膜症は発症から5年ほどで出現してくる発症10年で 約50%で出現する。網膜症は腎症に先行することが多く、網膜症がなければ、腎機能障害は腎症によるものではなく、高血圧など別疾患によるものである可能性が高い。比較的早期から出現し、小形の自律神経から感覚神経へと障害が進展する。細胞毒としての多発神経障害のほか 栄養血管の閉塞から多発単神経障害も同時に起きる。自律神経障害としては胃腸障害、発汗障害、起立性低血圧、インポテンツ等。感覚神経障害としては末梢の痺れ、神経痛、不遂運動などである。多発単神経障害としては一時的な黒内障も見られる。 不思議なことに、末梢神経障害は、糖尿病にかかっている、時間の長さとは相関しない。自律神経障害は、相関する。胃腸障害は、現時点での血糖値に影響されるため、やはり相関しない。糖尿病の患者でも分布が糖尿病性神経症、らしくない痺れや痛みを訴えることがある。この場合は特発性良性慢性痺れを、合併していると考える。 軽症であれば、アリナミン F50mg1 髪やメチコバール 1500mg3、ユベラ N100mg2、ビタメジンカプセル 50mg1 髪などを使用する。また、心因性の場合も多いため、抗不安薬も併用することもある。糖尿病精神経症も、血糖コントロールが改善すれば障害が、過逆的なこともある。そのような軽症の場合は、 キネダック 150mg3 がよく用いられる。キネダックは、アルドース還元酵素の阻害薬でありアルドース、還元酵素を特異的に阻害し神経内のソルビトール蓄積を抑制する。神経が不可逆的阻害を受けていなければ、有効とされている。糖尿病性神経症の糖痛や痺れに使用されることが多い。尿が赤くなるが、それは特に問題とならない。 痛みが強くなってきた場合は、キネダック 150mg3× に加えて、メキシチール 300mg3× を併用する場合が多い。メキシチールは、1B 群の抗不正脈薬であり、不正脈を誘発することがあるので投与前に、心電図を検査することが望ましい。1ヶ月をめどに使用し効果がなければ2週間で、退薬する。また、痛みが難治性となった場合は、 テ手ぐれ通る 400mg2× を使用することも多い。この痛みによって打つ状態となることも多く、抗うつ薬、抗不安薬が効果的な場合もある。トフラニール 30mg3× は三関係、抗うつ薬であり、セルシン 6mg3× は抗不安薬である。セルシンとテグレトールの併用はしばしば行われる。しかし、日常生活に支障が出るほどの、 糖尿病性神経症では、神経が不可逆的な変化を起こしておりこれらの薬物が効果的でない場合も多い。その場合、痛み、痺れは訴えないこともある。有痛性糖尿病性神経障害に対して、アミトリプチリン、デュロキセチン、プレガバリンの3種の薬剤は、ランダム化比較試験において、同等の効果が見られたと報告された。 アルコールや栄養障害のニューロパチーの合併を疑った場合は、ビタメジンカプセル 3C3 抜とメチコバール1500マイクログラム3抜を併用することもある。糖尿病網膜症網膜使用は、糖尿病による網膜症。白内障、緑内障をはじめとする眼科疾患の原因となるほか、ガラス体出血、牽引性網膜剥離。 交際血管申請などにより失明に至る。後天性失明では最多である。定期的な眼科受診、レーザー治療などで失明を予防することができる。基本的には慢性期の合併症だが治療方針によっては血糖コントロールがついても網膜症によって失明してしまうことがあるため、糖尿病の治療前には眼科受診が望ましいと言われている。 また網膜症が出現すると、腎症も出現しやすい。糖尿病の患者で、タンパク尿が指摘され、徐々に、体がむくむ、ネフローゼ症候群という病態になり、腎不全となり、治療をしなければ、死に至る病気。2008年現在、日本において、透析導入の原因の第一位である。糖尿病の治療を行い、予防できなければ、進行を遅らせたり、透析、 人移植を行う意外有効な治療法は確立していない。網膜症がなければ出現しにくいと考えられている。下記の3つの合併症は大血管合併症と言われ、糖尿病の有名な合併症であるだけでなく、糖尿病がある場合のこれらの疾患は通常よりも重症で治療が効きづらいことがわかっている。大血管合併症の中では心筋梗塞が最も多い。 足指に生じた潰瘍。患者は痛みを感じていない、糖尿病患者は、軽度の免疫不全状態となり、皮膚感染症、尿路感染症、カンジダ性食道炎、アスペルギルス症などを起こしやすく、また健康な人には感染しないような弱い菌や、カビによる感染症にかかりやすい。高血糖状態では白血球の機能が低下することが原因と考えられている。 糖尿病患者は、傷が健康な人よりも治りにくい。これは、新生血管の抑制に関わる TNFα の酸性が促進されるためと考えられている。糖尿病性足回用、二重性糖尿病、続発性糖尿病とも呼ばれ、肝機能障害の結果として、糖尿病を発症する病態である。ただ、第4の合併症として、 脂肪肝由来の肝硬変は注目されている。特に、非アルコール性脂肪肝は肝硬変、肝がんに進展する例が多い。ありがとうございます。